中島事情。皆さんこんばんは、中島屋敷事情パーソナリティ、今回で90回です。中島屋敷です。この番組は文化放送とはなかなかご縁がなかった僕中島屋敷がこれまで培ったノウハウを存分に発揮しつつ、さらに番組やめ番組作りの裏側を見せながら組み立てていく裏を持てない実直型新ラジオ番組です。もう90回もやってるんですね。なんか最初はワンクールっていう、もう12回ですよ。11回12回ぐらいで終わるって言われてたのがもう90回。10月から3年目、そんなやってんの。年も取るわけですよ。ゆうたがなんか新米でもなくなってくるわけですよね。そりゃね、まだ新米かいやでももう丸2年でしょ。なんそれ全然ピンとこねえ顔してあれ、え、スピーカーから音出てない3年目にね、あの次の週からなるということで、まあかといって何が変わるわけでもないんですけど、まあ、いつもぐらいフリートーク多めにちんたら喋っていくんで、なんか晩御飯のお供とかにしてくださいよ。18時半ですから晩御飯のお供にふさわしくない話もします。おしもの話もしますけどもね、うん、晩御飯食べたくなる話もしますから、まあ、主にカレーですけどカレー坂本さんが年1ぐらいしか食べないって言うから、美味しいのに知ってるよ俺もカレーも食べたことない人間だと思ってんのか。俺もカレーも食べたことないのいやいやあのサラサラしたやつじゃないのみたいな、ね、薄くされたねドロドロのやつだよ。見たことないそんなドロドロどんな貧乏な暮らししてなわけないだろ食べちゃうからね。お米泥棒ですから。そうです。サンゴを食べちゃうらしいんでね。食べちゃうね、うん、ついつい食べちゃうから。しかもカレーってこと、サンゴを食べるってことはお鍋いっぱいに作ったあのカレーが残らないってことですか。残る残る。飯ばっかり食っちゃう。飯ばっかり食べちゃう。カレーなんてもう横に匂いとして置いてる別の皿で匂い袋。匂い袋カレー食ってないじゃんそれというわけで、今晩も、美味しくやっていきたいと思います。それでは中島式による中島式事情スタートです。中島よしき事情。この番組はニジスタの提供でお送りします。ここそこで切られてるくらいなように思いました。サラデラリケの個性を小さく埋めろ。あ、中島よしき事情。改めまして中島よしきです。あの9月の頭に任天堂スイッチでスプラトゥーン3ってゲームが話題になって出て、まあ僕もあの WiiU だか Wii だかみたいな一番最初のスプラトゥーンはまあなんとなくやってたんで、あなんかもう話題だし、うん、どうせ梅原雄一郎さんはやるんだろうなと思って、なんかスターバニティの中でもあのまあみんなやるみたいな感じだったからもう買うかと思って買って、一回もやってないんですけどいやあのみんなやってるんですよ、声優さんも結構、はい、みんなやってて、はい、あなんか楽しそうだなと思って、なんかもうやり方もようわからんですけど忘れちまいましたけど、なんか色塗るゲームでしょ、うん、色塗ったことあります。なんかローラーとか使ったような気もします。なんかこれポケモンとかもそうですけど、なんかやっぱ歴史をこういや重ねていったりとかするにつれて、なんかやっぱ強い武器とか強ポケモンとかって厳選だのなんだのみたいな、だからその武器を使わないと勝てないとか、なんかこの武器は弱いとか、めんどくさいんですよそういうのをもう考える俺はただ色塗りがしたくて、はいはい、その周りの人たちを殺したくてスプラトゥーンを購入したわけじゃないのに、なんかそういうゲームじゃないですかもう今となっては。どうやらもともと、でも俺あのそもそもやっぱ1の時からオンラインでほとんどやってないんですよ、うんうんうん、
ヒーローモードって一人用のなんか一応物語みたいなのがあるんで、それをずっとやってて、まあやるけど友達ともやった覚えもほとんどない。だから多分性に合ってないんだと思うんですけど。それは基本的にヒーローモードは塗って、まあ一応その NPC が出てきて、なんかイカだからタコが出てくるんですけど、タコを倒すみたいな、でなんかミッションみたいなのもあって、それをクリアするみたいな感じだったような。いかんせんまだ起動もしてないんで、おぼろげな曲でダウンロードで、もう一応当日に会話したんですけど、なんかしかもなんか2本買えるお得なチケットみたいなのが売ってて、2本買うとだいたい6000円ぐらいのソフトだから1万円超えるんですけど、9000円ぐらいのチケットみたいなのがあって、あ、これいいじゃんと思って、でも今度ポケモン出るんですよ、スカーレットとバイオレットで、この2本予約したいなと思ってしかも使えるんですよチケットが、使えるじゃんこのチケット、この2本予約したいなと思ったけど、とりあえず1本諦めてスプラトゥーンダウンロードしてから、まだやりたいんですけどね。みんないつやってんの、あのゲームって。みんなツイッターとか見てると、なんかもう何ランクとかに行ったとか。暇なの？いや、いや、どんだけ制作さんがお前のスケジュール等の苦労してると思ってんだよみたいなスプラトゥーンやる暇あるんだったら仕事せえ、全てが終わった夜は早く寝て次の日に備えろよ体が資本でしょうが。だからいつやってんのかなと思って、本当にまあ多分夜とかなんだろうけど、全部終わってね。でもやっぱ夜は眠いもの。いや、もうほんと眠い目こすってやってんじゃないの、ね、眠い目こすってたらやられちまうじゃんいやマジでその寝る時間を削っての情熱がやっぱ自分に今のところないから、ハマりはやんのかもしんないけど、でもそれで俺自分の今の生活で睡眠時間を削ったらマジでやべえと思ってるから、俺は今寝てるから健康に生きてますけど、これが寝なくなった瞬間になんかいろんなことが立ち行かなくなるんじゃないかなと思うから、寝ないはちょっと厳しいけど、帰ったらもう眠いし、朝ね、その台本読んだりとかする時間も当然あるし、いつやったらいいのかメールで教えてください。俺はスプラお休みを1週間もらうとかしないと。でもスプラお休みを1週間もらったとで多分1週間はやらないじゃないですかいや、ぶっ続けてやったかもしれない。うわ面白い、すごいじゃん、すごいよそれはこいついつ行って、いつもうログインしてんなみたいな1週間があるわけでしょ。だからそのログイン状況が人に知られるのも嫌だしさ。梅ちゃんとかそれもらったらマジでそうだよ。梅はそうだよね。いやそうでしょうよ。梅はでも分かんないです。俺梅が本当にスプラトゥーンをやってるプレイしてるところを見たことがあるわけじゃないけど、自称ですけど。え、どう、うまかったですか？で強かった？もうめちゃめちゃ強いめちゃめちゃ強いんだ、面白え、敵なの？しかもなんか分かれてやる、分かれてやる敵。あ、なるほどね。いや自分はずっと、いやなんか上手くねえのにずっとあのマッチング、オンラインマッチング潜ってるから、良かったなとか上からフリーズするぽいな、あいつっぽいないやでもなんかそのなんかすごいランクとかは、まあ、勝ったり負けたりするから上がったり下がったりするけど、なんか周りがどんどん強くなってくるから全然勝てなくなってくるみたいなこと言ってて、じゃあ上手いんですね。上手い人にくっついてったら面白いのかな。上手い人のと同じランクの人にはならないでしょ。だってっこっちでしょ、初心者のランクになるんじゃないの。あ、でもそれできると思うよ。だよね、一緒にやったもん。よっしゃ、そういうなんかそういうとなんか友達とやるんだったらいいけど、なんかオンラインを未だにやっぱちょっとそういうアレルギーあるんで、オンラインゲームに対するね、知らん人とか、そう、知らん人に罵倒されるの嫌だしまあね、下手くそとか言われる受け入れるしかない、ね、まあ下手くそだからしょうがないんだけどさ。いやだからそのゲームの実況する番組とかもやらせてもらってますけど、なんかそういう嫌なんですよアドバイスとか
知らん人にされんの、コメントとかに書かれんの。だから、ね、あのなるべくそういう指示とかが飛んでこないゲームをやるんですよ。でディレクターが、はい、がこれ面白いですよとかっていうゲームを持ってきてくれるんですけど、うん、それもなんかそのこうした方がいいのにとか、あパズルゲームとかはあったかもしれないけど、うん、いやでも分からんじゃないですか。それ良かれと思って言ってくれるのは分かるんですけど、はいはいはい、なんかそれがなんかいやなんだろう、パズルだったらテトリスだったら、いやなんでそこそれに置いたしみたいな、なんかなんでそういう風な言い方しちゃうんだろうゲーム得意な人って。これ楽器できる人もそうなんですよ、うん、いやそう、え普通はそうはならなくないみたいな言い方をするんですよ。あなるほどね、確かにイメージはできる、うん、間口を狭めてんのはお前らだからなすぐ上級者ぶりやがってちょっと知ってるからって。あー分かる、まあ、確かにな。いやいや格ゲーとかでも、いやそのそうそうはそのコンボはどう、うん、なんでそのまずキャラ設定からですよ。それ使うみたいな。いやそう絶対言うでしょ。竜は使わんやろみたいな。使うやろみたいな。そうね。もうだからプレイスタイルがそもそも違うのに。うね、そうだからスプラトゥーンで言うと今強い武器とかがあるから、うん、えなんでその武器使わないのかとか、うん、いや、ね、いいじゃん筆が好きなんだからさとかなんかなんか そういうなんかまごまごしたのに、はい、あのやられたくないから俺はオフラインでやりたいですけど、はいはい、あドラゴンクエスト10のオフライン版が出たんですけど、僕もあの声で出てるんでちょっと、はい、あのやっぱオンラインはちょっとっていう人はぜひオフライン版で遊んでみてほしいんですけど、あれ結構いいキャラだよね。キンナー調査員っていうね役やってるんですけど、なんかその結構いろんなところに出てきて、まあ、説明をするっていうキャラなんですけど、結構収録したの前なんですけどようやく出てくれて、あの発売中なんでドラクエオンライン、これもオンラインでやるっていうのはどういうことなのか俺いまいちよく分かってないんだけど、そのクエストみたいなのがあってみんなでパーティーを組んで多分行くんだよね、うん、だそれのオフライン版、あ一人でも全然できるんだ、うん、だからなんかその多分オンラインではなかった、まあ、声もついてるっていうのは多分オンラインじゃなかったし、うん、だからそういうのも楽しんでもらえるんじゃないかなと。だからやりたい気持ちはあるんだけど、そのなんだろう、その上級者が初心者の間口を狭めちゃいけないなっていうのは、ちょっと勝つことに全て置きすぎてる、ね、そう、あの勝つのが大事すぎて、その人間性を放棄し始めるじゃない、上級者ってなんだ、そう、あの寝ないとか、うん、あの俺はやっぱモンハンでそのベースキャンプにいろって言われたことがあるいやでなんかずっとあのモンスターが出てこないエリアで最終だけひたすらして最後肉だけ剥ぎに行くっていうこんな惨めなモンハンあるそうね、そうってなんかあるから、でもなんかそのなんだろう、そのみんなその勝利に重きを置きすぎて、うん、今の行動人としてどうかなみたいなならないでほしいなって誰かが嫌な思いしてるかもしれないから、うん、俺はした、うん、ちょっと一回梅ちゃんとやってみる、一回梅とやってみましょう、スプラトゥーンね、スプラトゥーン梅に、まあでも俺がそもそもあれですよ、多分あのちょっと進めないとまだできない、ちょっとランク上げとかないといろいろ武器とかも買えないだろうから、若葉シューターでずっとやってるわけにも一番最初のただの水鉄砲で戦うわけにもいかないからちょっと進めないとなとは思いますけど、時間もないし、時間もなんかこの時間ないアピールみたいなのも嫌だしないんだよだからカレーをもうレトルトにして作んないで、カレーを、確かにそうだ、今よしきのカレーを作ってる時間をスプラトゥーンに当てるの、スプラトゥーンに当てる、はあ、なるほど分かったまあレトルトもうまいカレーいっぱいあるからね、確かにその店が出してるレトルトとかも、うん、ほらすぐカレーの話に行くけどあるんですよ、はいはい、この前レトルトを食べて感動したお店の店舗に行ったらまた2倍感動するっていう、でその時食べて美味しかったカレーをまたレトルトで買って帰るっていう、うん、なんかこういう出会いもあのちょっと紹介したいですね、初台にあるんですけど、うん、東京は渋谷区初台、ちょっと待ってくださいね、食べログ、ね、お腹減ってきた、ほらもう無理だよ
初代スパイス食堂、これは何て読むでしょう、タンドールっていうお店なんですけど、ここの、山椒カレーっていうのがレトルトであるんですけど、これがマジでうまくて、ぜひお店に行った際、これはカレーは結構週替わりとか日替わりとかで変わるやつなんですけど、レトルトは多分置いてあるんで、お持ち帰りして帰って食べてみてください。めちゃめちゃおすすめです。はい、スプラトゥーンそのうちやります。なんかそのゲームの番組とかでもやりたいんですけど、なんかやったらなんか言われるんだろうなと思うと、なかなか食事がみんなやってるからさ、でみんなの方が多分うまいからさ、なんか立ち回りって言葉嫌いなんだよね、ゲームにおいて。おー、立ち回り、もう当然のことが使われるよね。その立ち回り受けるとかなんでなんでじゃない、こっちだってこれ必死こいてやってんだから。そうだね、そのゲームにおける常識みたいのが知らんって、難しいよね。そう、難しい。それを、うん、それをじゃあ教えてくれ、それをこういう時はこうっていうのを、じゃあそれは俺は梅原さんから教えてもらおうと思いますけどね。坂本さんの近況。深夜4時にコンビニに行くためにマンションのエレベーターに、1階に着いた時にスマホに夢中になっている女の子が待っていることに気づきました。どうにか驚かせる強度を弱めようと僕が取った行動は、エレベーターの中で変な踊りをすることでした。すごい MP 持ってかれそうですね。しかし女の子はスマホに夢中で、当然誰も乗っていないと思ってドアが開いた瞬間に直進、僕の存在に気づき大きな声で驚いてました。僕が取った行動は無意味だったのでしょうか。結局ね、こう踊って、そう、中に人がいるよっていうのを、それはそれでびっくりするけど、でも気づかないでね、うん、わーってなる。そう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 、どうせスマホを見てたから直進してくるだろうと、うん、誰もいないだろうと、はいはい、ぶつかっちゃいますからね。そう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 、うん、それを避けたかった、はいはいはい、深夜4時だから、まさか乗ってるとも思わないしね、お互いね、お互い、うん、まあ、でもこっちはね気づきますからね、降りる時とかにね。そうそうそう、先に気づいたんで、こう多分スマホの画角にこう入るようにちょっと大丈夫怖いわなんか視界に入るじゃん、中で何か動いてたらさ、そうね、もしょもしょしてたらまあうわみたいなぐらいで収まるところが、あそう、それ少しでも弱めたかったのよ。もうだって4時にマンションに響くね声で確かに何かと間違われる、そうそうそう、間違われるから事案だと思われちゃうから、そうそうそう、それは少しでも弱めたかったなるほど、うん、確かにな、どうするかな。いや、あんま気にしたことないけど深夜4時にコンビニ行かんし、行かんのぐっすりですよ、わしゃ。そうですよ、何買いに行くんですか深夜4時に。タバコ。ああ、まあタバコか。タバコは大事ですもんね。タバコが切れた時だけは行く。タバコが切れたらいても立ってもいられないですもんね。そうそうそう落ち着かなくなっちゃう。試験目を探すんだ。一回ね、おこれまだ吸えそうだな。一回ね、灰皿を全部開けて。おこれ長い。長いってことは多分何かの途中で消しちゃったんでしょうね。消しちゃったやつ。それ吸い切って。4時でも行く、でも行く結局行くしかないまたね、坂本さんが吸ってる銘柄は燃焼率がいいじゃないですか。いいっていうのはその長く燃えるじゃないですか。そうそう、1本で2本分ぐらい吸える普通のね、うん、長めに燃えるやつだから、うん、ちょっと残ってたらちょっと吸えますもんね。全然いけちゃう全然いけちゃうの。本当にシケモクってもう知らんのじゃないリスナーのみんなは言葉のね、その語源は僕ももう分かんないもんね。分かんない、うん、シケたモクモクなのかなシケた、そうかな、シケモク、うん、僕は吸ってませんよって言ってこないと。あ、僕は吸ってませんよあ、すいませんすいません、本当に申し訳ない、僕の僕のせいでいいだろ別に。詳しいね、いや詳しいよ、もう俺来年30になるんだよ、タバコのことぐらい知ってら親父も母親も吸ってたしさ、しけてる木ですやっぱり確かにね、ちょっとしけてるんだよね、うん、湿ったタバコという意味で、はいはい、しけ木、ほらもうサジストでしけ木スペースうまいって出てきちゃってるいやいや、それはおかしいよ、うまくは
はないよ。はほらシケモクの方がうまくないですかってヤフー知恵袋。そんなわけない。そんなわけない。一発目の方がうまいに決まっとるやん。もうシケモク探すぐらい吸いたい時。そうそう。あのもうシケモクなんかちょっとでも吸えるやつねえかなと思って探してバーって抜いた時のはー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 でしょ。そうそうそう。それが美味しさを倍増させてるんだと思うよ。やめられねえわけだよ。だって一回箱から出してるから。もう本当に 味とかね、うん、フレーバーはちょっと落ちてるからね、うん、なんだったらちょっと 灰まみれだったりとかね。そうなんだよね。ジャリジャリしながら吸うんだよ。体に悪いって体に悪いの二乗。そう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 。まあね、鬼ズボラさんからいただきました。よしきさん、スタッフの、スタッフさんお疲れ様です。よしきさんがちょいちょいお話しされるおじさんへの見解がめっちゃ好きです。マシなおじさんになりたいや周りの信頼してるおじさんこそマシであってほしいはめっちゃわかるとなりました。世の中には変なおじさんが本当に多いので全おじさんがマシになりたいと思っててほしいです。いや、みんな思ってるんだよ。どっかに置いてきちゃってんの。女性の場合はおばさんになると意地悪になる人が多い気がするので、もうすんごい偏見だけどね。愛嬌は大事にして生きてえなと思ってます。可愛いね、可愛らしいおばちゃんおばあちゃんに、なってほしいですね。女性の皆さんにね、これからも楽しく聞かせていただきます。これもね、この、 ジェンダーがいろいろ取り沙汰されている世の中で言うのはセンシティブかもしれないですけど、やっぱりおじさんというのはやっぱり生きてるだけちょっとだけ罪なので。それはどういうことよ。若い方が罪ってね。罪ではないでしょ。悪意がない罪があるから。まあ確かに純粋悪というか無邪気なね。はいはいはい。おじさんはじゃあもう意識した悪ってことですか。おじさんはもう悪くない。おじさんの必死の。おじさんの壁になるんだよ。25年前はね、多分本当におじさんを悪として見てた。やっぱ繰り返すのか。そう立場が。いやまあでも俺が矢島さんの年齢になる頃合いには、うん、多分若者に、うん、あのおじさん何なんだろうなって多分思われるから、これは巡るんだけど、やっぱ少しでも、うん、なんかあのおじさんはおじさんの中ではマシなおじさんねって、やっぱマシなおじさんね、世の中的に、はい、その世の中的にじゃなくていいです、周りにいる人たちぐらいからはやっぱ思われたいなと。そっか。うん、やっぱそういうもんなんじゃないですか。女性はちょっと分かんない。僕はそのいずれおじさんになる身だからおじさんのことを辛辣に扱いますけど、うん、自分もこうそうなっていくっていうのは分かってるから言えますけどね。もう少しおじさん見られたいもん。もう少しおじさんに見られたいの。みんなクソ舐めてくる。そんなことないですよ。おじさんだと思ってないもん。うん、思ってますよ。尊敬してますよ。今日もいっぱい編集してくれて。とある部分を一緒に編集してくれたんでしょう、多分あのくだりはね、なってると思いますけど。いや、そうなんだよな。だからそのなんて言うんだろうな、やっぱその加齢とともに衰えてくるものもねあるだろうし。そうだね。うん、そのお父さんは昔はかっこよかったんだぞみたいに多分なっていくから、うん、ふーんじゃんそんなの。今が俺は今を生きなきゃいけないんだってやっぱそのね、やっぱマインドがいつまでも20代のおじさんっていうのが悪さをしてる気がするんですよ。で思った以上に思った以上にマインドは成長しないんだよ。マインド成長しない、うん、マインド成長しなくていいんだけど、うん、俺は40代だぞもうってやっぱ一個自覚があると50代だぞとかあると、うん、例えばなんだろうな、これま漫画のキャラだから言うからかっこいいみたいなセリフあるじゃないですか。その僕らねお仕事で言わせていただくことありますけど、これをじゃあ実生活で言おうと思うわけですよ。ギョッとしちゃうから、はいはい、ギョッとするし、その逆パターンでも多分女の子から言われてもおおなんかすごい漫画みたいだなって一回やっぱ思っちゃう。これが割とノリと勢いで10代20代の頃はかっこいいとかときめきとかなってたのが、これおじさんが言ったらもう犯罪者じゃん。何言ってんだ。壁ドンとかそうだよね。そう、壁ドンとか、うん、ただでさえ壁ドンだって気のある年の近い男の子にされるから、うん、ちょっとしたエッセンスになりうる、まあ、青春だよね。ザ青春だよねあれはね。そう、うん、のにそれはその45の壁ドンはダメだよな。
矢島さんの壁ドンはやっぱちょっときついじゃん多分。きつい。まあわかんないですよ、矢島さんのことがめちゃめちゃ好きな女の子だったらもちろんいいと思うんですけど、うん、でも周りが例えばその矢島さんが壁ドンをしているのを俺と坂本さんが目撃しちゃったとしたら、うん、きついなってなるじゃないですか。その女の子のなんかあのマインドを気にせず一回通報しますよね多分。一回ね、一回女の子に壁ドンをしていますで、なその身の程をわきまえるじゃないけど、うん、その身の丈に合ったみたいな年の取り方をして、はい、あ今周りからこう見られてるかもしれないなっていういい意味で周りの目を気にするっていうのはこれはどの年齢でも絶対大事なことなんだけど、でもやっぱおじさんになればなるほど世間の目って多分厳しくなっていくというか、うん、偏見、俺みたいなおじさんは生きてるだけでちょっとだけ罪だよねみたいな偏見も多分増えていくから、うん、なんかその中でもその人畜無害なおじさんに俺はなりたいっていうただそれだけの話なんですよこれは。でもやっぱこういう話をすることによってあのガーって笑ってる男性リスナーこそ自覚してほしい。お前もそうなるんだから。まあでも本当にあの自分がどう周りに見られてるかっていうのはぜひ、ちょっとだけねこうそっと心の片隅に置いとくといいんじゃないかなと。これはもう本当人間としてね、でそういう話でした。はい、僕は帰ってスプラトゥーンをしなきゃいけないので今日は、ちょっとした編集が入るそうなので毎回入ってるエンディングがちょっとゆったりいたしますけども、エンディングなんですね。あこういうことじゃないですね。メールを募集しているんですよ。コーナーがあります。あなたが詳しいことを教えてください。事情は2、あなたの経験則にのっとったパーセンテージを大募集。その確率何パーセント、若かりし頃の失敗談を募集中。そういうとこだよ高橋くん。シチュエーションとあなたの思う正解のセリフをセットで募集。恋愛方程式かっこかり。メールアドレスはすべて小文字でyoshiki@joqr.net、 yoshiki@joqr.net まで。番組ツイッターもあります。アカウントはハッシュアカウントはよしきアンダーバー QR です。ハッシュタグはハッシュタグよしきとなっております。最後にお知らせです。この番組は YouTube にじスタチャンネルでのアーカイブ配信があります。更新は毎週火曜夜7時予定しています。おまけもついていますのでぜひこちらもチェックしてみてください。これなんか普段喋ってる時はなんだこのラジオのトークとして喋ってる時は全然気にならないんだけど、やっぱ台本のこの字面を追う時のマスクってすごい邪魔なんですよ。これなんでなんだろう、なんか急になんかこう空気も吸いづらいというか、まあ普段のトークの時は自分の好きなところで喋って好きなところで止めて吸ってるからだと思うんですけど、なんかこう台本を読まなきゃって時はここまで息吸えないとかがあるからちょっと息苦しく感じるっていうのを毎回ちょっと浮かすんですけど、外さずに。確かに台本読む時みんなちょっと浮かしてるちょっと浮かしてますよね多分ね、他の声優さんもそうだと思うんですけど、なんかそういう不自由はまだありますけど、まあまあなんかマスクももう慣れてきたし、マスクもいろんなバリエーションが出てきたから、それはそれでいろんなもん買って楽しんでますけどね。はい、ということでお時間です。中島式場、お相手は中島式でした。バイバイ。中島よしき事情、この番組はにじスタの提供でお送りしました。ということで中島式事情第90回いかがだったでしょうか。この音声はアーカイブでお楽しみいただいているあなたに向けた放送後期的なものになります。番組プロデューサーの、はい、高橋です。まあ、あの1分半ぐらい喋ったやつ全部ダメになったんですけど、余計なこと言うなよ。いやなかなか難しかったですね。僕もちょっと何をどう言おうかなという、まあね、その何を喋ってたかというと、まあ、あの無事に改編もね、はい、超えまして、はい、10月以降もこの番組続けていけるということで、はい、まずにじスタさんありがとうございます。はい、いつも聞いていただいてる、リサの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ほいで、じゃあこのもう3年目、はい、3年目の中島屋敷事情はどうなるんだいっていう話をしたら全部使えない話を結果的に使えない話になってしまったということで、はい、それ以外の話をしてください。まあやりたいことはあると高橋君の中で、はいはい、やりたいことはある。そのやりたいことはちょっと、はい、今みんなの前で何ていうの、そのふわふわした状況で話す、うん、あれではない、まあ
できたらいいよね。はい、ね、そうです、実際できたらいいなと思いますけど、はい、なんか変わるんですかね。いい、変えたいですか。え、変えたくないですか。え、この温度感を今さら変えろというのもなかなか確かに、なんかその今さらってなかなか難しいね、こういう番組にしたいみたいなね。そうだよ、ダメ出しとかちょうだい。いや、僕はだからやっぱブースの今あのさっきまで外で見てましたけど、はい、やっぱあのおじさん2人と吉木さんが話してるのが一番いいなっていうのがすごく思うんですよね。俺もそう思うけどね。なんて言うんだろうね、そのまあ一応その一人番組ですけど、はいはいはい、一人番組で一人で喋るのやっぱすごい寂しいから俺は、うんうんうん、なんかその、はい、誰かいてくれた方がはかどるというか、うんうん、はい、うん、やっぱりそのここで転がっていくのが面白いなってやっぱ思いがあるので、はいはいはい、誰か言ってくれた方がなって思うから、やっぱ坂本さんとか言ってくれるとね。ただ俺おじさんなの。そこですか。まああのおじさんです。今日本編のおじさんの話があったけども、うん、俺はまだ認めてない。認めてくれって頼む。吉さんさっき注意してましたけどね。いやいやいや、おじさんはおじさんの自覚を持ってからが本番だから。いや俺吉君に言われるのはもう慣れてきたけど、ちょっと高橋君にはまだなんか、まああんた引っかかるな。そっか、引っかかる。まあ人によりますよね。まあ、より若いからね。あ、そうね、確かにより若いからね。なおおじさんを自覚してしまうから、ゆうたが言うと年齢差で言う。そう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 、ちょっとね刺さるんだよね。でもそのおじさんの中でも、うん、そのなんかダメなおじさんとは僕は言ってないので、うん、いや結局世の中でおじさんになればなるほど地位が下がってくる。地位ね、すごい、やっぱこの番組若者の方が弱い。弱い。いや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 、そんなことないよ。結果的にすごいぶっとい竹槍持ってんじゃん。でも確かにそう。なんかやっぱ言うようになってきたよね。いや、あの一個ちょっとじゃ あの語弊をなくしたいんですけども、ええ、あのまあ吉木さんはあのおじさんはちょっと生きてるだけで、まあ、罪みたいなことをおっしゃってましたけど、うっすらね、うっすら、うっすら、うん、あの僕は割と、おじさんを見てるのが好きなところがちょっとあるんですよね、はいはいはい、なんかこうサラリーマンのおじさんとかよく いますけど、うん、まあなんか飲食店でなんかしっぽりなんか一人でお酒飲んだり、はいはいはい、なんかご飯食べてるとこ見ると、うんうん、ああ頑張れって思う。なんで勝手にエールをめちゃくちゃ上から。まあ、もっと居酒屋店員ですからね。こっちこそお前頑張れ。そりゃそうだ、おじさんたちもだからもうみんなそう思ってんの。おじさんたちは若者にこうあれよって思ってるし、若者はおじさんたちになんだこのおじさんたちはって思うっていう、これこういうもんだったでしょ自分たちも。おじさんなんだこのおじさんと思いながら仕事して。あ、そうだね。でも多分向こうのおじさんもなんだこの若者はって思ってんだって。だからこうなった時に一番しんどいのこの狭間の俺よ。俺の自覚的にはもうおじさんに片足突っ込んできた自覚があるけど、うん、なんだろう、その定義も難しいやん。おじさんの定義もさ難しい。おじだからね、ヨシキがおじさんに片足突っ込んだっていうのも何言っとんねんと思うわけ。ちょっと上になるとおじさんだからね。そう、多分きっと両足突っ込んでる人からすると。ほら今両足で両方ともプレプレどっちも使ってないつもりで言うんだから、ホバー走行。ドラえもんぐらい、そうそうそう、ドムぐらいの、そうそうそう、ちょっとだけ浮いてんの。入ってないです。明らかにそっちサイドにいるのに、そうそうそう、あ、おじさんだじゃないです。そうだから、その何よ、あの俺もなんか30になってもぼちぼちおじさんですわみたいな話する。それこそリスナー人からおじ30なんてまだまだですよって確かに10代の子から言われたりする。それはお前に言われたくねえよと思う。将来有望だなとは思うけども、まあでもやっぱその なんだろうやっぱ10代とか20代前半ほどのやっぱその何勢いとかっていうのはさすがにないから、自分の中で、うん、なんかそれが悪い方向に
行かなければいいなっていう話ですよ。そう、みんな老害になってくんだからみんなよこれは。だから言ってるのはもう本当に、はい、先達っていうのは偉大でもあり、だから老害なんかねえんだってっていう老害じゃん俺は俺聞こえてますよめっちゃ出てるそれオールだと全部出ます出てるあ、ごめんちょっとほら老害じゃんほらもうエンタメしすぎだろそうね、若者は若者で若者をこうあの傘に来て好き勝手いいっていうことじゃないからね、うん、なんか歯ブラシで言ったんだけど、はい、新人が自分のこと自己紹介するときに新人っていうのはあの新人だから許されるってことじゃないよって。あ、はいはいはい、うん、いやなんか矢島さんそういうことよくおっしゃってるなって。もちろん新人だから許すんだけどあのそれを免罪符に生きてちゃダメだよっていう、うん、まあ人がしたら関係ないことですからね。そう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 、新人もそうだ、先輩たちはもちろん新人だと思ってるし、うん、あの新人を助けはするけど、うん、自分から新人だから守ってねは通用しない、はいはい、特に俺たちの仕事はね、うん、もう現場に出てたら横一線でやれって言われてたし、はい、うん、やっぱり雄星さんにはお前らがプロになった時に、うん、俺をバーターで現場に呼んでくれって言ってくださるような人だから、まあ、そうなりたいなと思うから、うん、なんかそう、若者は若者で頑張るし、おじさんはおじさんで頑張ってるんだなっていう、そういう世界平和的な話でした。もう終わりますさよなら